一品料理がね、もう100円からね、200円とか300円とか、これも一生ハッピーアワーですね。言います。200円ハイボール来ました。ガリチューハイ、これからお待ちします。はい、すごいね、おしゃれな。うまっ。今日はですね、この平和町に来てます。この目の前には桃太郎通りで、普通にあの電車がね、路面電車で、そのちょっと中に入ったところに今日のお店があります。このチューハイとハイボール、レモンサワー生、もうこの値段。ちょっと今日はちょっとこちらの方に行こうかなと思います。はい、ご飯なんですけど、普通にじゃちょっとこちらに座ります。こちらがあの普通の飲み物でございます。酒ですね。でこの裏がこんな感じです。一品料理がね、もう100円からね、200円とか300円とか、もっとボリューム欲しいって言ったら500円とか900円、でさらに食べたいって言ったら700円900円1000円とかね、あるので、これも一生ハッピーアワーですね、値段で。でもまあちょっと試験的な感じで出してるんですよね。でちょっとハイボールと何飲みます？ウーロン茶、ね、ウーロン茶。あ、いいですか、はい、ハイボールとウーロン茶、ボロネーゼのミートソース、ボロネーゼのミートソース、はい、で、あとが、なんか何か人気なのってありますかね。そうですね、今限定煮込み。おー、あ、これですね、ルロハンで。あ、じゃあその限定煮込み、ありがとうございます。あ、こっちにもあるんですね。200円ハイボール来ました。こんな感じです。よし、お疲れ様です。しっかり飲みました。ガリチューハイ、ちょっといただきます。あ、全然違う味が、ちょっとなんか生姜の味が、ちょっと風味がね、うん、ちょっと大人な感じだね。あのジンジャーエールとなんか混ぜたような、ちょっとまた変わった。これからお待ちします。はい、あ、いいね。あ、いい香りがします。あのルーローハン具だけ。あ、ありがとうございます。これあの台湾ですよね。そうです、ルーローハンですよね、はい、とろーりとしたね、肉、豚肉。でちょっといただきます。
すごい香辛料の香りがします。うん、あ、ちょっとなんかカレーチックな感じで濃さがあります。普通はね、ご飯の上にかけたりしたりするんですけども、うん、味がしっかりしてますね。うん、うん、だいぶ、おー、はい、ありがとうございます。すごいね、おしゃれな、ちょっと、本格的な感じですかね。いただきますね。いただきます。あ、うまっ。これあの麺というか、なんていうか麺でいいんですよね。麺ですよね。麺がね、すごい弾力があって、すごいあのこの程よい感じのミートソースが美味しいです。で、ね、あのすごいコシがあるというかね、なんか程よい弾力で、いや、すごいまた新感覚というか面白いですね。面白いですね。あー、うまっ。はい、いうわけでちょっとお腹がいっぱいになりましたけど、このお店、この平和町マリオさんというね、とこですね。まあ、詳しくはね、インスタグラムでチェックしてみてください。というわけで、ぜひ行ってみてください。一生ハッピーアワーということで、おすすめです。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。